使えない彼氏は捨ててはいけません。使えなくなった家電も捨ててはいけません。じゃあどうすればって、そういう時はリサイクル。狭山市はリサイクル率県内ナンバーワン。詳しくは狭山市のホームページをご覧ください。